今回は自宅でできる素振り法と練習場または球を打つ前にする素振りの注意点をお教えしたいと思います。まずはですね、家で素振りをするときクラブは振れないと思います。なので体の使い方を覚える素振りをしましょう。このように膝をついて手を肩に当てます。そしてこのまま肩がどのように動くか、背中がどのように動くかというのを自分で確認しながら体を動かしてみてください。そしてこれの応用編としては、練習場などで素振りをするときは、このようにクラブを持ってクラブの使い方も確認する素振りの一つとして使うことができます。次に、実際に球を打つ前にする素振りの注意点をお教えします。よく練習場やコースでこのようにインパクトで素振りを止めてインパクトの形を確認する人は多いと思います。ただこれは体の動きを確認しているだけでクラブの動きは確認できていません。今の素振りもしていいですが、その後に必ず低い位置でもいいのでフォローまで振り抜いてみてください。そうすると体の動きプラスクラブの動きを確認することができます。クラブの動きに沿って体を動かすことの方がスイングにとってはメリットが多いので、このような素振りを試してみてください。